はい、おはようございます。炭酸生態なんです。今日も動画見ていただき本当にありがとうございます。今回はですね、炭酸生態のですね、効果実証済みのコンテンツをですね、あなたに提供していきたいと思います。今回ですね、この二の腕ダイエットということでですね、お伝えしていきたいと思うんですが、これから、ね、夏の時期ですね、やっぱ半袖ね、こうノースリーブとかですね、やっぱりこの着たいじゃないですか、女性も男性もですね、まあ、男性はどうでもいいんですけども、女性は特にですね、こう腕を見せてしまう時期ですよね。でやっぱりおしゃれもそうですし、やっぱり暑いのもあると思うんですけども、この二の腕っていうのはですね、もうめちゃめちゃこれはもう本当にどの年齢問わずですね、永遠のテーマというか永遠の悩み、いろんな質問相談を受けます。で今回ですね、この簡単なですね、二の腕のダイエットというかですね、二の腕の脂肪を取る方法ですね、これをお伝えしていきたいと思うんですけども、これですね、僕がですね、YouTube 撮り始めたのがもうむちゃくちゃ前なんですよ。もう6、7年前ぐらいからやってたんですけども、その時にですね、その肩こりの予防でここの筋肉をつまみましょうっていうケアをやったことあるんですね。これが二の腕のダイエットにつながってくるんですね。要はですね、この筋肉が凝ってくると余分なものがついちゃうんですね。今のその例えばこの筋肉100動くべきものが動かなくなったら、そこにですね、何かこう補おうということがですね、脳からここをサポートしないといけないと思って、余計なお世話なんで脂肪がついちゃうんですね。だからここの筋肉が、ね、活発に動かないと脂肪がつくと思っておいてください、簡単に言うと。だからですね、ここの脂肪を取るためにはここの筋肉を緩めていかないと、柔らかくしないといけないんですよ。で結構ですね、これ痛い方がいます。で実際ですね、僕もこういう感じでですね、こうつまむと、あ、痛くないんです、僕はね、僕は痛くないんですけども、痛い方います。でこれですね、施術する時もですね、肩凝ってる方はすごい痛がります。いてて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 みたいな、結構痛気持ちいい、痛てててって感じなんで、それぐらいの感覚なんですが、これもですね、ここにですね、ちょっと腕をまくらせてもらいますけども、ここにですね、かけます。あ、見なかった、ちょっと顔にかかりましたけど、まあまあそれはさておきですね。ここにかけました。ここにかけてですね、まあなじませます、はい、なじませて、でここもですね、この指2本でですね、こうつまむような感じ、結構ね、痛いです、はい、痛いです。結構ですね、痛ててって言われる方多いんですけども、これ痛いっていうのはですね、老廃物であったり筋肉の動きがちゃんと動いてない証拠なんですね。でこれをですね、まあ言えば、20回ぐらいやってもらって、ちょっと痛いなと思ってこうストレッチとかしてもらって、結構伸ばしたりとかも気分転換にしてもらってですね、もう一回やります。そしたらですね、なんとおかしくですね、不思議とですね、痛みが和らいでるんですね。それがですね、繰り返していくと、二の腕の余計な脂肪がですね、ここが液化に流れて、老廃物として流れるんですよ。それも、体から排出されますんで、ぜひですね、あなたもこの夏、今から全然間に合うと思いますんで、この二の腕ダイエット、簡単二の腕ダイエットですね。で、これをですね、つまんでください。はい。これやってほしいと思います。ぜひですね、これを試してみてもらって、これもですね、ビフォーアフター見た方がいいと思います。写メ撮ってですね、こうやって写メ撮って、カシャって撮ったりとか、こうやってカシャって撮ったりとかですね、全然喋られん。体感でもですね、こう、触った感覚とか、痩せてる、痩せてきたとかですね、そういう感覚でも結構なんで、ビフォーアフターを撮る方がですね、やる気が出ます。で、これもですね、そんな、1回2回じゃなくて1週間2週間のペースですね、毎日やっていただくことによって、ここが柔らかくなってくるんで、柔らかくなってきたら持ってこいですね。もうチャンスです。だいぶこう締まってくると思います。ぜひですね、この夏に向けて簡単二の腕ダイエットをですね、やってみてください。はい、まあこんな感じですね。今日はダイエット企画になっちゃったんですけども、またですね、こういう質問とか相談があればぜひぜひお答えさせてもらいますので、コメントください。またね、チャンネル登録の方もですね、合わせてですね、お願いしたいと思います。また次回お会いしましょう。さよなら。